はい、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。はい、今回はセリアさんのニューエンジェルコットンカラーナンバー11を2玉とポンポンコットンを半玉使ってこのようなデザインのショルダーポーチを作っていこうと思います。パーツとして角管を2個使います。そしてこちらのナス管を2個使います。そして私は内布をつけたいのでこのような内布をつけていきます。内布のサイズはバッグのサイズより少し小さめぐらいでいいと思います。はい、かぎ針は5号を使います。そして仕上げの時には口をこのようなエビコードを編んでかける方とボタンも作ってみましたのでこれをこのようにつけたいと思います。こういう感じにつけようと思います。そしてショルダー紐もエビコードを2本取りで編んでつけてみようと思います。こんな感じになります。はい、それでは編み始めます。はい、そしたらこの底の部分から編み始めたいと思います。まずダブルチェーンの作り目を25目してこの両サイドの2目で増し目をしていきます。増し目は一番端っこで5目にします。2つ目で2目にします。両サイド同じように増していきます。はい、そしたらダブルチェーンにするので私はこのようなゴムを使います。はい、糸端を50センチぐらい残して短い方を手前です。はい、このようにかけます。そして普通の鎖を作る時の輪の準備をします。そしたらこの根元を持って左をかけて取ります。これで今1目ですね。2目、3、4、これで25目編みます。21、22、23、24、25、はい、25目編んできました。はい、では次の段に行きます。はい、それではこのまま3目立ち上がります。1、2、3。はい、そしたらこの目に長編みを入れます。もう1回入れます。はい、そしたら次の目に2目編み入れます。ぐるっと回って戻ってきた時にこの端にあと残りの2目を編み入れます。
ここからは1目ずつ、2目手前までは1目ずつ編み入れていきます。はい、2目手前まで編んできましたので増し目をします。2目手前のとこに長編みを2目入れます。はい、そしたら一番端っこの目に長編みを5目編み入れます。5目編み入れました。次の目には長編みを2目編み入れます。はい、そしたら最後の2目ま手前まではずっと1目ずつ編み入れます。ダブルチェーンで作っているので行きも戻りもとてもすくいやすいです。そしてしっかりします。もしダブルチェーンが苦手な方は普通のシングルの作り目でもいいのでやってみてください。はい、端っこの2つを残すところまで来ましたので2つ手前のとこで2目長編みを編み入れます。そして次の目に長編みを2目編み入れます。そしたら最初の鎖3目の立ち上がりのところに引き抜きをします。そしたら側面を編んでいこうと思います。側面は筋編みにしています。はい、このようになっていて、この側面のところで立ち上がりをしていきます。そして筋編みをするので、普通の長編みは立ち上がりを3目しますが、筋編みなので立ち上がりは2目でいこうと思います。はい、それでは立ち上がりを2目。そしてこの次の目の向こう半目ですね。向こう半目と私はもう一つその下の目も一緒にすくいます。ここですね。これを一緒にすくっていたら丈夫なのでこのようにしています。今度は増減がないのでこのまま編み進んで3段筋編みをしていきます。立ち上がりは鎖2目で立ち上がります。それでは3段編んでいこうと思います。はい、今1段目を側面の1段目を編んできました。筋編みなので立ち上がりを2目してマーカーをつけておくと分かりやすいと思います。そしたらまたこうやって次の目2目を取って筋編みをします。増減がないのでやりやすいと思います。はい、このようにしてあと2段
今ここまで編んでいるので、あと2段全部で3段ほど編んで、このポンポンを編み入れようと思います。はい、筋編みで3段編んできました。そしたら次の立ち上がりは同じ糸を使うので、はい、この糸で引き抜いて1つ2つ立ち上がります。はい、そしたら次にこの立ち上がりは同じ糸ですが、すぐ次の目からポンポンを使います。そしてこのポンポンは1つの枠に4つ入っているんですけれども、実際はこのベージュの方の糸はここが3目、こちらは5目、3目5目、間は地色が2目ずつの構成になっていて、立ち上がりから数えたらここまでが一模様となります。はい、それでは編んでみようと思います。2本糸を使うので、このようにゴムを使って地色の糸が手前、ポンポンの糸が向こう側、この位置でセッティングします。はい、そしたらここで立ち上がりをさっき2目したんですけれども、このポンポンの糸に切り替えるので、立ち上がりは1目しておいて、次のポンポン糸を2目目に持ってきます。はい、その時次の目でポンポンがちょうどかけたら、かけ目の上に来るように持っていってください。そしたらさっきの筋編みをします。長編みです。はい、そしたら次は長編みか中長編みになります。ポンポンがないとこは中長編みぐらいで編んでおいて、次にかけ目にポンポンが今来てないので、ここは長編みにできるかもしれないので長編みをしてみます。大丈夫なので、はい、このようにします。そして長編みをします。次に色を変えるので、ここでグリーンの糸を取ります。はい、次にグリーンの糸で長編みを2目編みます。今回裏にある糸は編みくるまずにやっていこうと思います。長編み2目の最後のとこで次にベージュ編むので、ベージュの糸を取ります。そして次はベージュを5目編みます。最初の1目めはポンポンがありません。様子を見てこのようになったら、芯の糸、ベージュの太い糸だけを取って調整していきます。はい、2個目と4個目にポンポンを入れます。
ちょっとこれだとポンポが近すぎるので中長編みにした方がいいかもしれません。ポンポンをずらすか中長編みで言ってください。はい、そしてここは次が色が変わるので中長編みで地色で引き抜きます。そしたら長編みを2目します。はい、長編みの途中ですね。次は向こうのベージュを取ります。そしたらベージュをポンポンをかけて長編みします。筋編みなので向こうの目を一目ともう一目取ります。はい、ここは中長編みだと余りそうなので長編みにしてみます。はい、大丈夫でした。はい、糸が短くで足りないときはここを中長編みにします。今は足りたので長編みで編みます。はい、そしてここを3目編みましたので、はい、頭のとこは色を変えてジートの色にします。はい、もう一目編んで足を編んだら頭は、はい、色を変えるのでベージュ。はい、このように進んでいきます。やってみたら思っていた以上に簡単だと思います。今回は裏布をつけようと思うので糸を編みくるんでいません。このように渡っていますね。はい、気にせずに編みましょう。そしたら次は模様がないとこで、これで長編みをするとポンポンの位置が近すぎるのでこれは中長編みにします。そしてポンポンを編みます。このポンポンがない位置のこの編み目は中長編みか長編み、それを様子を見ながら決めます。はい、色変えるのでポンポンのとこの糸で引き抜きします。はい、そしたら今度は3目ですね。1、2、ちょっとポンポンが遠いので長編みでいけます。3、で色を変えます。はい、そしたら長編みを2つ。はい、足を編んだら頭は色変えます。はい、次は5つ編むので中長編みか長編みで様子を見ます。ちょっと遠いところにポンポンがあるので長編みでいけそうです。はい、はい、大丈夫でしたね。次長編みします。
ちょっとこれは短いので、こういう場合は中長編みにしてしまいます。はい、はい、次色変えますので中長編みの予定で、はい、このように抜きます。はい、そしたら長編みをまた編みます。足を編んだら色を変えます。はい、そしたらポンポンが来ているのでここで長編みします。はい、次もポンポンがちょっと遠いので長編みでいけそうなので、はい、どうにか行きました。で、中途半端にこう来た時はこのポンポンの糸だけを外して飛ばします。そしてかけます。このようなやり方もできます。ポンポンの糸でブランドプーリングをしながら編んでいます。ブランドプーリングは計画的に編むということですので、このポンポンの糸はブランドプーリング用の糸ではないのですけれども、ちょっと面白いので遊んでいます。足を編んだら色を変えます。はい、次はベージュで5模様は5目編みます。はい、様子を見ながら長編みをするか中長編みをするか決めます。はい、ここでまた近くなったので中長編みで行く場合もいいですし、本体の糸を緩めたくなかったら新糸だけ取って長編みにします。そしてずらします。こういう方法もあります。はい、もうすぐで1周になりますね。はい、ちょうどいいとこに黄色いポンポンが来ました。はい、ちょっと紫が遠いので長編みになると思います。はい、色を変えます。はい、長編みを2目編みます。はい、4段目で模様の1段目をおおむね編んできました。はい、そしたら最後の G 色を長編みします。
そして最初の目に立ち上がります。そしたら次も模様が同じところに入るので鎖一目立ち上がって、はい、このように地、ベージュで鎖をしました。その時にポンポンが近すぎるのでこの時ポンポンの糸だけ外します。少しずらします。はい、そしてポンポンをかけ目の上に乗せて、長編みをします。このように多少糸が緩んだりしているときは、後で編みくるめば大丈夫なので、心配ないです。印をしておきましょう。はい、そしたら次の2目めは、中長編みか長編みになります。はい、これは近いので、中長編みでいこうと思います。はい、そしたら次に長編みをします。足を編んで次は地色なので頭は地色の糸で編みます。今こうしてちょっとよりが強くかかってきましたのでよりを解きたいと思います。時々よりを解いて、はい、このようにしておきます。はい、そしたらまたこのようにして糸かけをして、はい、続きを編みます。長編み、はい、同じ色で長編み、で次に色を変えるのでポンポンの糸、で次にポンポンがもう近いので中長編みにします。次は地色にするので、はい、このようにします。長編み、足を作ったら次はポンポンの糸、ポンポンの糸で長編み、次は様子を見て
長編みか中長編み、これは中長編みの方がいいので中長編み、はい。次色変えるので足はベージュで編んで、次の頭の方は色を変えます。このようにしてもう一段編んでいこうと思います。はい、5段目の終わりの方まで編んできました。そしたらさっきここで余った糸が置いてあるのが近くなってきたので、これは後で緩むと嫌なので編みくるもうと思います。そして今ここにポンポンが来たんですけど、中長編みをしても近すぎるのでポンポンの糸だけ外しました。そしてここに編み入れて、その時にこれを編みくるもうと思います。もうちょっと次の目の方がいいかな。次の目でここで一緒に通してしまって、このようにして編みくるんでおきます。はい、そしたら立ち上がりに針を入れて、はい、次がこの6段目になります。6段目はページのポンポンを入れていないので、地色の糸で一周編みます。ポンポンはここで休ませておきます。はい、立ち上がり2目で、心配な方はここにマーカーを入れます。はい、そしたらこれまで通りに筋編みで長編みをしていきます。はい、そしたら6段目を編んできました。はい、また引き抜きをして今度は色を変えます。ここになります。立ち上がりを1目して色を変えるので、こちらの休ませておいたポンポンの糸を使います。鎖を1つ編みます。ポンポンが近くにいるので新糸の方だけすくいます。ポンポンは少しずらします。はい、これぐらいの調整でいいと思います。そしたらまた2本糸でやるので、私はゴムを使います。このようにかけて、はい、そしたら、ポンポンをかけて次の目に入れて2本作って筋編みをします。はい、ここにちょっと緩みが出た場合は次に回ってきた時に編みくるめばいいので、ここで
休ませておきます。緩みが出ないときは別にそれは問題ないです。はい、次が中長編みでいくか長編み。中長編みで大丈夫そうです。はい、長編みをします。次に色を変えます。はい、このようにしてまた同じように編んでいきます。今ここまでですね。そしてこのような感じで色を変えながら途中は地色の糸一色で編みます。そして次に一段ずつ交互に模様を入れました。もうこのあたりは好みで好きなように入れていかれたらいいと思います。ちなみにこの全体の段数ですが20段編んでいます。長編みの筋編みで20段編んで最終段は細編みを1周しています。それで終わりになっています。はい、そしたらこれはまた後で続き編むとして、こちらを使ってこのエビコードのボタンホールとボタンを作っていこうと思います。そしてそれを2本取りして作ったショルダー紐がこちらになって少し太くなります。こちらが1本取りをつないだもの、こちらは2本取りの1本です。これを作ろうと思います。そしたらこちらの小さい方のボタンホールとボタンを作っていこうと思います。まずボタンホールですが、こちらは閉じつけるために30センチぐらい残しています。はい、かぎ針は5号です。はい、ではエビコード1本取りでやりたいと思います。まず作り目の準備の、はい、1目を作ります。そしたら鎖を2目編みます。そしたら下の目に針を入れてかけて細編みの要領で抜きます。そしたら向こう側にねじります。そしたらここに糸が1本あるのでそれに通します。これは最初は1本ですが次からは2本になります。はい、細編みの要領でかけて抜きます。そしたらまたねじります。はい、ここからは糸が2本あるのでこの2本に通します。はい、そしたら細編みの要領で抜きます。向こうに回してまた2本通します。そしたらかけて、はい、細編みの要領で抜きます。この繰り返しになります。
これは目数というよりも長さで必要なだけ編んだらいいと思うので、これが6センチを輪にしての12センチぐらいですね。12、3センチ編んだらボタンホールができるので、12、3センチ編んでいこうと思います。はい。ボタンホール用のエビコードを13センチ編んできましたので、30センチほど糸を残して切ります。そしたらとじ針で閉じていきます。ボタンを作ります。ボタンはエビコードを10センチぐらい編んでから丸めるので、糸端はやはり2、30センチ残してください。作り目の準備の目を作ったら、鎖を2目、下の目に針を入れて、細編みの要領でかけて引き抜きます。そしたら向こう側にねじります。そしたらそこにある一番最初は1目しかないんですけど、これをかけて細編みの要領でします。はい、返して、今度から2本ありますので2本取って、はい、このようにしてエビコード編みます。はい、そしたら10センチほど編んでいこうと思います。閉じたらちょっとだけ締まるので、その分を見込んで少し予備を編んで、これで今 9.5、まあ10センチあればいいってことですね。ではまた2、30センチ残して切ります。そしたら閉じ針に片方の糸を通して、はい、通したらこっちの編み始めの方からくるくるっと巻いていきます。巻いたら この位置で針を刺して、反対側まで貫通させます。はい、そしたら目立たないように糸を一目ぐらい渡して、また反対側に行きますが、さっき入ったとこよりちょっとずらします。そしたらまた目立たないように糸をすくって貫通させながら、さっき入ったとこからずらして、はい、このようにしてボタンを作っていきます。
で何回か貫通させて、しっかり止まってきたら閉じが終わります。もうちょっとやります。この辺が緩いみたいなので、ここに通して、ここがちょっと緩いみたいなので、向こう側に出て、ここに出たいので、はい、これで締まりました。はい、そしたらこれは裏側に持っていって、溶けないようにしっかりくぐらせて止めます。これぐらいにしておきます。はい、そしたらこれでボタンができました。はい、これあとボタン付けに使います。はい、そしたら、このグリーンの方はまだ本体が途中なので、続きをこちらのブルーでやっていこうと思います。そしたらボタンホールにするので、これを半分にこのようにします。はい、そしたらこの横のプツプツっと出たところを曲がっていきます。そしてこのボタンがちょっときつめに通るぐらいのところまで閉じます。で、これぐらいでいいと思うので、そしたらここからまた戻ります。
い、これで閉じましたので裏で返して糸をくぐらせておきましょう。これでボタンホールができました。はい、指コードの2本取りの方をやっています。これは糸が今1玉しかないので、最初の方と終わりの方の両方から糸を抜いています。これは1本取りと同じです。はい、ねじった細編みという感覚でいいと思います。そしたらここの今4本ありますけど、2本糸なので4本に見えますが、1本糸だと2本かかります。かけて引き抜きます。それを細編みの要領で抜きます。そしたらねじります。またこの横糸4本に通します。引き抜きます。はい、細編みの要領で抜きます。ねじります。これを繰り返していきます。希望の長さまで作ったらナスカンとつなげたいと思います。これで私は斜め掛けするので130センチぐらい必要だと思います。でもしこのエビコートが大変だと思われる方は、もう持ち合わせのショルダー紐を使われてもいいですし、鎖編みでもダブルチェーンの鎖編みだったらコードにもなりますので、それでも大丈夫だと思います。私は今エビコードがやってみたいのでやってみています。ねじって細編みの要領で編んでねじる。これを繰り返すだけです。はい、では必要な長さまで編んでみます。はい、エビコードを編んでいる途中なんですけれども、だんだん長くなってきたら毎回こうねじるので、編んできた部分もねじれて編みにくくなるので、軽くこのように結んだらいいです。そして垂れ下げておいて、回しながら編むと編みやすいです。はい、もう少しなので編んでいこうと思います。この2本取りの場合は6号で編んでいます。1本取りの場合は5号でいいと思います。糸を両側から取っているので気をつけないとよりがかかるので、私はこのようにして時々くぐらせています。あと少し編んでみようと思います。長さは好みになると思うんですけれども、たすき掛けにするので短めで130ぐらいで、だいたい140ぐらいいるのではないかと思います。
なので長さ、必要な長さが140とすると、折り返し分を5センチとするので、全体で150センチぐらい編んだらちょうどいいと思います。それ以上長い方がいい方も、短い方がいい方もいらっしゃると思うので、そこはもう好みにしてください。ショルダーにしなくて短いので、持ち手にするということも大丈夫なので、お好みでやられてください。これは少し緩めに編まないとちょっときつくなるので、少しだけ緩めに編んだ方がいいと思います。はい、このようにしてもう少し編もうと思います。はい、そしたら150センチ編み進んできました。そしたら端糸を40センチぐらい残してカットしてください。はい、引き抜いて置いておきます。中布をつけていこうと思います。こちらの底のところがこの角に当たるので、ここに閉じようと思います。まあ、これは閉じても閉じなくても好みで大丈夫です。私は中切れが使っている時に出てくるのは嫌なので、閉じておこうと思います。目立たない糸で簡単に閉じておけばいいと思います。返し縫いして、この底の位置ですね、ここに表に響かないようにちょっとすくってから、反対側も返し針して この位置なので、ここに留めようと思います。ちょっとくぐらせておきます。簡単に留めておけば出てこないので、ちょっと留めておけばいいです。
はい、そしてなのでこのまま角を持ってここを、はい、このようにして中に布が入りました。この角を留めておくとこちらの方の上の内側の作業がしやすいように思いますね。はい、そしたら口の方がこれ2センチぐらい出ていますけど、ここで折り込みます。ここにちゃんと合わせてこのようにして、で、これでだいたい5ミリぐらいのとこですね。はい、このようにしてピンを打ってきました。そしたらこの横の位置に D カンを通したい、留めたいと思います。普通はこう横に使うんでしょうけど、今回は縦につけます。そしてこの中のこの中側に留めつけてもいいし、こちらに留めつけてもいいです。中の方が目立たないようなのでここにつけようと思います。はい、両サイドの角管をまつりつけました。次にボタンホールを留めたいと思います。この模様が中心なのでこの位置につけます。こちらのとじ針、この糸を使うので本体に取り付けたいと思います。1.5 ぐらい中の 1.5 センチぐらい中側でこの中心の模様のところにつけます。表に響かないようにとじつけてください。はい、最後はちょっと重ねて留
込めます。そしたら糸をくぐらせて、はい、これで切ります。そしたらボタンホールの方も、ボタンの方もつけておこうと思います。最後につけても大丈夫です。ここが中心なので、こうなって、こうなるので、この辺りになると思います。足を5ミリぐらい残して、はい、編み地だけすくいます。あとで気になったら中布と一緒に縫い針と縫い糸でもう一度閉じようと思います。はい、ちょっと5ミリぐらい足をつけています。ではここで2回ぐらいかけましょうかね。2回ぐらい足をつけて、で一応裏に行って止めましょう。ボタンがつきました。そしたらこのピンを打ったところをまつっていきます。はい、ではこれ5ミリぐらい控えて、表に響かないように縦まつりで留めていこうと思います。中布をつけられない場合は、この D 管、角管が止めるときに支えがあった方がいいと思うので、何か当てて工夫された方がいいと思います。このようにして留めていこうと思います。はい、このようにまつりつけていきました。
こんな感じになっています。この留めが不安な方はもう少し何回か留められたらいいと思います。ボタンを押したらこんな感じになります。はい、そしたらショルダー紐の方ですが、ナスカンに通してここで留め付けたいと思います。あるいはこれはこれで糸始末しておいて長めに作って端を結んで もうこのままで使われてもいいです。またここで留めて長い場合は結んだりして調整されてもいいと思います。今回は切り感を出したいので、この辺りで留めようと思います。ここに通して こちらも通して これで止めてもいいんですけど、糸があるのでちょっと指コードの穴を利用して何周か回っておこうと思います。そしてここに通して ネットとかで探したらここに留める金具もあるかもしれませんけど、今回はそれほどのものでないので、そこまではしませんが、これで糸をくぐらせて切ろうと思います。
反対側もやってみます。はい、このように閉じました。目立たなくできたと思います。そしたらこれをここにかけて、はい、このような感じに仕上がりました。ショルダーの紐が、私はしっかりしたものが好きなので2本でやりました。そして中袋もつけたかったのでつけてみました。こんな感じになっています。ボタンもエビコードでやればお揃いになりますし、可愛いんじゃないかと思います。はい、それではグリーンの方も仕上げていきたいと思います。はい、今回の動画はこれで一旦終わります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。さきあみでした。